指テク体育の先生になりたいボーン来てます。はい、今日は定番トリックです。お楽しみください。実演2枚のコイン、こちらに1枚、そしてこちらに1枚、この瞬間に飛び移ります。この瞬間に飛び移ります。はい、では解説していきます。お好みの2枚のコインを用意してください。そしたら縦にディスプレイして両手でこのように覆いかぶします。そしてコインとの距離をこのように取ってあげます。利き手が手前にある方がやりやすいと思います。まずこのように手前の手を右側にずらして、コインが1枚、そしてこちらにもコインが1枚と言いながら何してるかというと、今もうコインがこっちにあるんですね。親指でピョンと飛ばしてあげてます。このようにピョンと、こちらのコインを見せるのをミスディレクションにして、手をこのような位置に置いてこのように飛ばしてあげるというものです。左腕や手などで覆い隠してあげるとよりね、動きが分かりにくいとは思います。そしてコインがここにあるので、このままズズズズズと引きずってって、このように見せてあげるというものです。マジック用マットや下に柔らかいものを引いておかないと音がしてしまうのでお気をつけください。コインがこちらに1枚と言って、戻しながら親指で飛ばしやすい位置に置きます。そしてこちらにも1枚と言いながら飛ばします。そしてこのまま一緒に持ってって、コインが飛び移りましたとやります。パン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 という感じですね。そして2段目は左手でこのように持ってったように見せて、実はこう置いてってるというものですね。これを右手の影で行います。先に左手を手前に少し動かしながらもう置いてってますね。そしてこのままずらしてあげると飛び移ったように見えるというものです。まず手前に持ってってを離してあげて飛び移させるというものです。正面にしかお客様がいない場合はこのような状態で早めに離しても問題ないんですが、後ろからは見えてしまうので、囲まれている状態ではギリギリのところで離すようにしてあげた方がいいと思います。右手のこの辺りで持っていくような感じでございます。この動きとこの動きですね。これをうまくシンクロさせると飛び移ったように見えるというものです。2枚のコインがあります。こちらに1枚とこちらに1枚、このようにすると飛び移ります。そしてこのようにすると飛び移りますという流れでやります。こちらに1枚こちらに1枚って言って、親指で飛ばします。そしてこのまま持ってって飛び移します。2段目は左手でこのように持ってって、影になるところで離します。離してこのように持っていきます。パン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 みたいな感じですね。めちゃくちゃ受けますし、そこまで難しくないので鏡の前で練習してみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。いやらしい手つきでやれば女性は興奮するかもしれません。今後よく出てくる技法ですので、ぜひ練習しておいてください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。